お父さん、最近外出自粛でちょっと太っちゃったんですよ。運動不足みたいで。はい、後藤です。そういったあなたには、涼しくなってきましたので、明日月曜日から自転車通勤をお勧めしたいと思います。自転車通勤のメリットは2つ。1つは密が完全に回避できることと、2つ目は運動により肥満の解消もできます。肥満はコロナ重症化の大きなリスクになっていますからね。ただし、安全運転が一番大事ですので、その準備と注意をお願いします。準備としては、自転車の空気圧等の点検、できましたらヘルメットの装着、また自転車、保険の加入もぜひお願いしたいです。そして、朝早めに出発して、距離を持った走行をお願いします。ギリギリに出発すると焦ってスピード出しすぎといったこともございます。最後に、雨の日は転倒事故がございますので、無理せずに公共交通で通勤をお願いします。ぜひ明日から可能な方はお願いします。